お疲れちゃんスラッです。今日はですね、こちらのマジアチャオールブレイカーヤリゴブカザやっていきます。ということで、今回ね、バランス調整でヤリゴブリンがね、強くなりました。射程が 5.0 から、まあ、5.5 になっただけ。まあそれだけっちゃそれだけなんですけども、意外とそのなんか射程伸びたのって結構でかくねというわけで、ヤリゴブすごい気に入ってます。はい。なんか思ってるよりも遠くから殴ってくれるんで、相手陣地入った瞬間にね、ピュイって投げてね、撤退してくれたりだとか、まあなんだろうね、ほんとウィザードとかマスケとかに一発でも当ててくれるとね、あとはファイボとか、それで呪文との組み合わせも良かったり、して、なんかヤリゴブのこのチークの一発ですけど、たかが一発ですけど、その一発ほんと二発がね、個人的にはめちゃくちゃ気に入ってるんで、今回のバランス調整、まあ、いろいろ変化あるけど、その中でもなんか、ヤリゴブ、異常なほど、はい、ちょっとヤリゴブ気に入ってんで、ヤリゴブ型でやっていこうかなと思います。で、バルキリーヤリゴブだと重いと思うんで、まあ、ちょっとそこはね、好きにして、はい、やっていこうかな。で、ディガーはタワーに対して、はい、ダメージが 17% 落ちました。けど、マジあんまわかんない。俺的にあんまわかんないんで、まあ、どうなの？わかる方もいると思うんですけど、ぶっちゃけそんなわかんないなって感じです。そうなんだぐらい。普通にユニットに対しての防衛は全然今までと変わらなくて強いんで。よいしょ。さあ、一生交えちゃう。強っ。で、やりこぶね、マイティとかに対しても結構遠くからね、投げれるようになったんで、意外と、まあ、マイティ目だって言うとちょっと言い過ぎではあるかもですけど、マイティに対してはだいぶ強くなったね。あと、フェニックスとかメガゴとかにも、やっぱ遠くから投げれるんで、それだけでもだいぶ強いよな、と思ってます。ヤリゴブ、異常に気に入ってます。俺は。でも、俺ぐらい。わかんない。ちょ、共感者いてほしいんですけど、ヤリゴブめっちゃ強いと思ってる。今回の調整で。メガゴもなんかね、まあ、強いけどみたいなね。そんなパッとしてないんで、個人的に。あと、アウトローも、ひれえんだよ。いや、広いんですけど、マジ広いだけ。広いだけなんだよな。そう。なんか、むずいね。超絶良くなった感が、薄めというか。あ、早っ！てか今の、見てから、じゃないっすね。読みっすね。ギャング？これも読みっすね。はい、ありがとう。まあ、みたいなところがね、ちょっとありながら、相手のデッキはなんか、すごいゴブリンがいっぱいいる。多いだ。多いけども、なんか、噛み合い性臭いな。言い抜いて、いらっしゃーい。いや、マジアチャー、強いなというか、普通に今シーズンは、マジアチャーオールブレイカー強いと思って、だまあ、マジアチャーオールブレイカーがだいぶ前ない環境っていうのがそこまではないんですけど、なんか今季は結構戦いやすい気がしてる。なんか理由的なのもないんですけど、ただの感覚。それこそやっぱやりゴブとかにね、マジアチャが強い、普通に。そうなんで、まあそんぐらいかな。あとアウトロー、そう、アウトローとかやりゴブとか、まあメガゴはね、まあ、トルネーと組み合わせるとかな。特にね、そう、射抜けるカードがいるんで、射抜けるやつらが増えたって感じかな。ボムタワーとかがね、下方来てもいいかなとも思ったんですけど、まあそこは今回はコズと言ったところで、まあこのデッキ、ウッドだとね、強化された小屋小屋がね、まあ超絶厄介になるんで、まあウッドなんかトイでもいいと思います。まあ小屋小屋に対してね、ちゃっちゃボムタワー置いて、ボムで耐えるとかしとけば意外と耐えれるかなとも思います。さあ、ホグ来る。これはラッキーですね。緊急してあげて。まあ、対抗26かな？わかんない。何ホグかわかんないけど。まあ、26っぽい。さあ、あれ、射抜きたいっすよね、正直。で、ディガー飛ばして、ディガーに対応させて、はい。結構入る。正直、トルネまで使いたいぐらい。いや、さすがにそれは強力すぎる。ナイトで回転がちょっと速くもなってんでね、こういうマスケもしっかりしばきます。ほい。まあ、ウッときたら槍まで出してもいいかも。
はい、やりチクチク端前、これマジで相手のウッドがちょっと遅れたら一発投げて絶対できる。うわーって普通に空振ってるわ。でも射程長いっすね、やりゴブリンマジで好きだな、なんか理由もないんだけど、あれトルネなくてもボムまであるよと、多分諦めてもいいレベルですね相手は。これここまでダメージ差ついちゃうと追いつくのは難しいんじゃないですか。さあもう射抜きたい。最悪もう無理やりねマスケとか引っ張ってマジアチェリ射抜くとかもありではある。まあ、アゴホグが嫌だね俺からしたら。アゴホグがえ強っ。さあウッド使った。まあまあこれ D が入ってます。まあマジアチオールベーカーも意外とちまちまゲーなんでね。あのマスケをやりたいんで、でまた一生ね、一生同じです。でダメージは通らない、ウッドミスる。でここのマジアチャはさすがに読まれます、さすがに。でホグだけ引っ張ってあげて、マジこうしとくとな、かわいそうに見えてくるホグがいじめやんっていう。トルネもボムも両方あるのえぐいっすよねみたいな、冷静に考えて。さあ暇だな。あこのアイスピーありがとうこういうのも全部射抜きます。これやっぱ射抜いて保湿の顔してんの。さあもう最後ね気持ちよく終わらせてあげよう。あこれもあの射抜いてほしい。あこのマジアチャに射抜けません、下手でした。まあ、ぶっちゃけもう許容受けんないです。消えてこれで落ちないのが恥ずかしい。あい、トルネのダメージ58なんで一回守るか。はい、トルネ打っとけんないですね。というとこでまあホグはさすがに、うん、前のリガだったら一発落ちるって感じですね。はい、まあ神愛者です。ありがとうございます。さあまあナイトヤリゴブとバルキリースケ、まあ、どっちがいいんですかってなりそうですけど、マジぶっちゃけどっちでもいいっすね。まあでもネクロとかウィザードとかそういう相手メガナイトとかが多い場合は、あの間違いなくやべこれロイだ、間違いなくねバルキリー型の方がいい気がする。防衛強いんでね、やっぱヤリゴブのこの微妙な使い方がね大事な気がする。あーなんだこれ、今端前ロイ来たら終わってたけどロイじゃねえのかな。ミラーオールブレイク、さマジで分かんないこれ何だろう。まあ文句が嫌っすね俺は。まあ緊急して、あ緊急しとったわマジか。なんでか知らんけどウッドで緊急してましたね。文句ポイズンね、ミラー。いやでもさっきの相手のアーチャー足してくるところとか結構うまいプレイヤーな顔してるっすよ。マジ何かは分からん、射抜いちゃうぜ。まあこれ暗射されても結局ねこっちがダメージ与えれてるし悪くないっす。
本当に相手の出来分かんないですね。行っても良さそう。マジアチャまで。うん。いやマジでどういうこと？なんか変なディガっぽい。もうこれだけで削るのかないと。なんかそういう感じっぽいっすよね。その文句で俺は勝つ的な。マジでわかんないっすよ。マジ。いや。なんかロイジャイデッキ作ろうとしてロイジャイ忘れちゃったみたいなデッキでしたね。はい。ラッキー。十のさあ高めやりこぶ、これが強い。端前やりこぶしどくっすね。正直キング起動もされないし、無視したらぼちぼちなダメージ入るし、端前やりこぶはね本当に最強。回ってくるたびにしてもいい。まあ相手がタルババとかだった場合はね、後ろのやりこぶも強いんですけどね。さあスパちゃんですね。スパーキーの防衛ってむずいっすよね。できるかな。久しぶりに出会ったスパーキー。なんか僕じゃなくてあっちに打たして、いや打ちすぎ。なんか一回スパーキーをボムに打たすのがいいって、ポノスに所属してた時に麦に教えてもらった。さあダークプリクル一回前はね、ユニットじゃなくてね、もうボムに。あーこれたまたま入んねえかな。たまたま入れ、命入りそう。おっ、いや一発入る。さあでかいね。でボムとマジアちゃんの角度がむずいなこれ。どうしよう。どこに置けばいいかな。まあボムとマジアちゃんが一緒に行かれるのは良くないんですよ。角度下手でした。こういうパターンもある。なんでなんでちょマジでないしです今のパターン。俺めっちゃなんかおしゃれな防衛見つけたわと思って、トルネウッドからの多元編みたいな考えたんですけどね、マジひどかった。ちょっと負けそう。あでもこれ相手390削れんやん。はい、ガイモ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 、こっから守れば俺の勝ち。うざいぞー、守るぞー、本気で守る。何があっても守る。事故だけは。おいおいおい、マジでチャラ居抜き強っ。気持ちよく行きたいね、気持ちよく行きたいって言ってんだろ。おいでかっ。さあマジでスパキの防衛ヘッポコするとね終わるんで気ぃつけてくれた方がいい。さあよろしく。日本プレイヤーっぽいな。あーヒースピか。二択っすね、もう。三種かな。エリポンがあると、嫌っすね。まあでもさすがにあるかな。このご時世、エリポンない三重師は。いない、あんまいない気がするけど、顎がいると、マジワンチャンエリポンない。ゴルナイもカウントされたかな。あこれ本当にないかもしんないですね、エリポン。
まあ、なかったらなかったでだるいな。やりゴブがマスキに射程負けしないいい世界だ。さあ陸撃はちょっとね温存したいですね、できるだけ。ゴルナイゴースユーノだもんな。アイゴルゴースユーノか、ハンターでロイフグみたいなパターンっぽいけどな。残りそんな気がすんな。これハンターでロイフグタイプだ、多分ないっすね。エリポン、あ、なんかナイトがヘナチョコだ。マジヘナチョコしてる。まあさすがに警戒されるんで、ワンテンポ待ってユーノ出るぐらいで行こう。ヤナメ、さヤナメなのでかいぞ。でかいのかな、タレの方がいいかな。見とこう。あれ、そして今回の相手はゴルナイがいない。幸せだ。これ柳で終わっちゃうか。でもさあだいぶダメージが入ってく。三重種の処理だけ事故んなきゃいいんだけど、相手がゴルナイいないんで結構気楽っすね。低めマジで低めやりごぼう楽に出せる。さあまあ右入るけど多少共有できそう。両方竹取りたい。居抜き病、あーその矢便利だな。でも矢並ム使ったんで終わらせに行こう。いやー神ウッド、ゴーストこの辺に来る。これねで無理やりがやった。いやー今ノックバックするか思った。いやマジなんか相性良さそうだ。ゴルナイいないだけでこんなに楽なんだ。熱い。あ待って、マジ、あこれマジで、いやしば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 取るにしてる。まあでもいやーでも相性良さそうっすね本当に。えなんちょこしてたけど神相性でした。さあナイス、やぶねえな、ワンチャン持ってかれそうでしたね。そうトリーマンやりゴブ、あありがてえ。さあ近畿して、ペッカだったらね一気に楽になるっすね。エレキってでもペッカぐらいにしか入んないっすよね。そうだよ。おーだいぶ頑張っちゃうね。あれいらねえ。
いいのしてた。いてえ、これもう一個内側だったら完封でした、ね、さあ別火工場、まあなんとかなってくれ。いてマジアチャ型ね、マジアチャだけ警戒していきたいですね。俺のマックス D、 あとはやりごふドンピシャザップ来んのかな、やりごふに読みザップだけね、危ないぐらい。さあこれでケツピーがエレキの竹取れねえか。うん、両方守りたい。ナイト便利だな、前シーズンだよな、ナイトエレゴブ強化されたの。そういえばうまっ、うまっ、こういうの怖いっすね。うん、いやーめっちゃいいエレキ知ってるやん、結構使い慣れてますね。射抜きたーい。これはもう射抜かれそうですよね。地味にダメージ追い上げてきてる、これチャンスじゃない？槍ゴブリンを延命していく。え、無限ナイト編来てる。あー、そのマジアチャの角度うまっ。あ、でもマジアチャが、あ、それは終わりの鐘がない。それ気持ちいいね。ナイト強えわ、勝てえ。甘えたとこね。甘えたの俺か。うん、愛知の大猫。あ、さあオールブレイカーでマージ調して無理やり。危にゃいね。さあ兄貴、え、バナーバカ可愛いやん。なんか今回から出たやつか。動くバナーいいな。プリンセス版ちょっと欲しいな。さあ兄貴強そうだな。あー、三シカ、また三シカペッカか。まあロイもあるっすね。ロイがこのデッキだとちょっと外れかな。あー、マジいい手札してんなあんた。そしてゴルナイもあると。ゴルナイやっすね、ほんとに事故の塊でできてるこいつは。まあでも短くなったんで、ちょっとだけダッシュ距離頑張ればなんとかなりそうだけど、頑張んないとなんとかなんない。あの犬キング起動したい、こっち来い。あー、ゴーストでもいいけどな。さあこれちょっとボム残ってんで、うーん、でかー、この2分1、2分1じゃんけん勝ち。まあ言うていてえけど、
タユーノで今回の相手の自分は樽でしたね。はいはいはい、知っとくのは大事。ウッドじゃないんで、ここもまた低めやりごとが最強みたいな。さあ来たね、三重子で今回はロイフグじゃないですね。これ許容でいいか。あ、こっち来たらダメなんだ。え、待って俺何したの。なんかつかみミスが今日あります。えぐいトルネしてない？あんま見ないやろ、あんなトルネ。いねえやろ、見たことあるやつ。でかさあ、D が入る。危ねえ。確かにうまいかな。さあ、なんとか勝っていく。ないといいな。こう書いてんだ。